你去哪里？北方，从那里也许能回家乡。真的？ダイアンツーリー、俺の国のなしだ。中国の百姓の気持ちだ。受け取ってくれ。
この間の晩は骨折りをかけまして。いやいや、それより無事でよかったの。それが探し歩いた翌朝にひょっこりと帰ってきましてな。トモコ、善造じいさんだぞ。いいんだいいんだ。学校に入ったら少しは良くなるかと思ったんですがね。まあまあ、せらんこっちゃ。ところで今日は熊打ちかいな。いや、上の森の方で山親父を見たっていうもんがおってな。ほう。一人で炭焼くのも心細いから鉄砲担いで行くんじゃ。ヒグマの山親父か。うん、去年は隣村で三軒襲われた。狙われたのは子馬ばっかりだったっていうから、わしみたいなジジイは襲わんと思うけど、こっちに来たら願い先にしてほしいもんだ。まったくだ。気ぃつけてな。大丈夫だな、トモコ。俺たちのライアンツーリーが、ユーホイ、俺は2年もさまよった挙句また同じところに戻ってしまった。行くぞ。たしか先生、ともこちゃんがね、またどっか行っちゃったよ。あら、ほんと？ともこちゃんのことは先生に任せて、皆さんは席についてちょうだい。はーい。
先生、すみません、1年生をお願いします。2年前、突然僕に妹ができました。名前はトモコです。僕の親戚の子で、中国から引き上げてきたみなしごです。トモコは善蔵さんに連れてこられました。タミコの子なら、満州のトモコ、トモコかい。この子の父親が南方で戦死したと聞いたもんで、満州に残った母親と二人どうなったかと心配しとったんですよ。わしら満州に開拓に行ったもんは、戦争に負けてからの毎日まるで地獄の中を逃げ回っているようでした。ロシア兵がやってきた時は、日本の兵隊は逃げた後で、残ったのはわしら年寄りと女子供だけでした。わしも息子夫婦と開拓団の仲間と一緒に逃げたんですが、わしだけ列車に乗り遅れましてのう。ところがわしが探し当てた時は、一人になったわしには、日本に帰っても待っている者がいるでもなく、もう何もかも面倒くさくなりました。たちとはぐれたのか、この子もたった一人でした。不思議なもんで、この子と二人になったら、わしも頑張って日本に帰ろうと思うようになったんです。この子のおかげで無事に帰れたようなもんです。でもどうやってここが。これをこの子の肌着に縫い付けてありました。私にもしものことがあったなら、この子を次のところへ送り届けてください。北海道白糠郡白糠村。母、柴田民子。いろいろ探したんですが、何せ肝心のこの子が喋れないもんで。喋れない？どうしてじゃろ。満州からのお手紙にはおしゃべりで明るい子だって民子は書いてよこしたけど、どうしてじゃろ。智子は大変かわいそうな子供です。僕は智子を本当の妹のように面倒見てやるつもりです。お腹が空いていたのね。
トモコ、どこに行ってたんだ。みんな心配してたんだぞ。この子を喋れるようになるんですかね。先生、お医者さんのお話だと喉の方は何ともないって言うんですよ。ならどうしてなんでしょうね。智子ちゃんは心優しい賢い子です。体に異常がないとしたらきっとお話できるはずです。私も一生懸命教えますから、皆さんも温かく見守ってやってください。はい。おかしいな。ここに置いといた草刈り釜が見当たらんな。あんた、種芋も減っているよ。泥棒でも入ったのかな。どうした？泥棒なんだ。おお、で何を盗まれたんだ？いや、何、ジャガイモが少しと釜が一丁見当たらないだけなんだが。おお。父ちゃん、足跡だ。ん？はあ。山の方へ向かっておるの。どうしたんだ、トモコ。おお、リンゴか梨のようだが、植えたのか？いや、おかしいな。誰が植えたんだろう。ちゃんと添え木までしてあるし。うん、不思議じゃの。云回水呀小宝宝，你不要害怕，妈妈在这里呢，妈妈在这里。ユンホイ、俺たちの子供が生まれたら、このライアンツーリーの種を家の前に植えよう。ユンホイ、どうしてる？子供は生まれたか？
和田さん、北海道で梨が育つんですか？私たちの試験場では立派に育っていますよ。これなんですが。ほう、確かに梨の木ですな。何という梨ですか？さあ、寒さに強い中国の梨と違いますか？ライアンツーリーというんですが。ライアンツーリーですか？ええ、上手に育てれば何年かのうちには美味しい実をつけますよ。你会中国话吗？妈妈。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 妈妈在这里呢。妈妈。妈妈。谁呀小宝宝，你不要害怕，妈妈在这里呢。妈妈。妈妈在这里呢。小宝宝，你不要害怕，妈妈在这里呢，妈妈在这里呢。睡的世界是安静静的，梦的世界是美丽的。おい、俺の直旅を知らんか？そこにあるでしょ？ん？それが見当たらないんだ。父ちゃん、智子がいないんだ。何？また山かしら。探しに行こうか？くそ！ほっとけ！どうせ一晩もすりゃケロッとして帰ってくる。
小宝宝，你不要害怕，妈妈在这里呢，妈妈在这里呢，水的世界是安静静的，梦的世界是美丽的，睡呀小宝宝，你不要害怕，妈妈在这里呢，睡呀小宝宝。の役場はどこだ？この先だ。乗って案内しろ。俺たちは仕事だ。仕事は後だ。にあユーホイ、すぐに帰るからな。着いたところは地獄だった。you
お、トモコ、探したんだぞ。トモコ、どこに行ってたんだ。父ちゃんも母ちゃんもどんなに心配したか。今までどこに行ってたんだ。あ、があったよ。これ父ちゃんのだよね。おかしいな、なんでそんなところにあるんだ。ここに置いてあったんだよ、ほら。あれ、誰が草をむしったんだ。いやね、気持ち悪いわ。直旅を置いてった人だよ、きっと。ママ。え、何か言ったか、トモコ。ママ。トモコ。本当かね。確かに喋ったんですよ、ママって。ママ。ママって。そう。ママって言ったよな、トモコ。どういうことをしやがる。動くな。トモコ、こっちへ来い。トモコ、一体こんなところで誰なんだ、そいつは。ママ。トモコ。待て。前だったのか、トモコにまあまあと教えたのは。トモコ、ちょっと手伝っておくれ。よかったら手伝ってくれんかね。ほら急いで。何が分かったんですか。まあまあなんです。まあまあ、トモコちゃんのまあまってママと同じ、トモコちゃんの生まれた中国の言葉でお母さんという意味だったんです。はあ、
った。二人でしっかりと押さえておいてくれ。しっかり押さえろ。これで大丈夫。危险！やっぱり中国人か。いや、中国？懂中国话吗？いや、ダメだ。わしにはわからん。せっかく満州に渡ったのに。ちゃんと中国語を覚えておけばよかったの。トモコもこっちへ寄れ。さあ、言葉は分からなくともこれなら何か分かるだろう。こうだ。ドブロクっちゅう酒だよ。酒。乾杯！乾杯！ところで、まあまってなんじゃ？まあ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 。はあ。小宝宝，你不要害怕，妈妈在这里呢，妈妈在这里呢。ユンホイ、俺は初めて優しい日本人に会った。今まで出会った日本人といえば、生き埋めだ。助けるんだ。ほら、お前たちは持ち場に戻れ。よいか、日本が戦争に勝つためにはお前ら中国人の命よりこの石炭一かけらの方が大切なんだ。今度持ち場を離れたら叩き殺すからな。日本の鬼どもめ。どこへ行く？
北に行けば中国に帰れるはずだ。さあ逃げたぞ。朝鮮人か中国人だ。山だ、山に逃げたぞ。あれから2年。ユンホイ、俺たちの子供のためにも俺は帰る。きっと帰るからな。ああ、もうすぐだね。誰かいるかい？どうしたんだ、朝早くから。仙蔵さん、密漁者がいるって聞いてな。そりゃご苦労さん。おお、仙蔵さん、小鹿じゃないですか。よく見ろ、密漁者に撃たれた小鹿だ。倒れてるところを俺と智子と中国人で助けてやったんだ。中国人？不思議なやつだった。密漁者じゃないのか。違うな、奴は銃も持っとらん。トモコ、どこに行ったか知らんか。というわけだ。まあまあ。それがな、その中国人が歌い始めたら、なんと智子が一緒に歌いやるんじゃよ。わしゃびっくりして腰が抜けたみたいでな。智子、歌ってみろ。そんな無理を言わんと。しょうやしょうぱうぱうみぼやぱママ在这里。先生ね、一生懸命に調べたんだけど、この歌は中国の子守歌なの。ともこちゃんは誰にこの歌を教わったの？森で会った中国の方？じゃあどなた？まあまあ、まあ
チューリーナマーマーザイチューリーナか、か、か、か母さんね、お母さんに教わったのね。お、お母さん、お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 、どうしたの、トモコちゃん。ともこちゃんはお母さんとのつらい別れのためにすべてを忘れようとしたんだと思います。それがお母さんの歌ってくれた子守歌と出会い、ともこちゃんはつらい思い出と向かい合うことができたんだと思います。ともこちゃん、お母さんとも言えたし、これからはうんと勉強してちゃんとお話しできるように頑張ろうね。うん。あんまり無茶するな。はーい。さあ、これがともこちゃんの生まれたお家と畑。他に何が見える？畑の上には誰がいる？お父さん。それから？お母さん。そう、お父さんとお母さんね。二人は何をしているの？仕事。そう、畑仕事ね。トモコも触ってみるか？うん。
トモコ、子馬の名前はトモコがつけるんだ。うん。はい、どうぞ。こら、サツキ、畑に入っちゃいっか。出なさい、サツキ。こら、出なさい。トモコ、お前まで入っちゃダメじゃないか。な花ね、ライアンツーリーの花って。ちゃんとした実がつくのはまだ何年も先なんだ。まあ、新一君って詳しいのね。いや、試験場の和田さんから教わったんだ。まあママ花が咲いたぞ。俺たちのライアンツーリーの花が。何でもガンガン叩け。トモコ来い。くそ。ちくしょう、見えん。あんた。よし。
そう山親父め夜が明けたら村の衆で山狩りじゃ。さつき、じゃあ行ってくるから二人で気をつけて帰るんだぞ。うん、青の仇を取ってな。ああ、任しとけ。帰るぞ、トモコ。うん。ママ。ママ。トモコ、帰ってこい、トモコ。あのバカ。トモコ、戻れ、戻るんだ。まだ俺を捕まえようとするのか。お前らに捕まってたまるか。大丈夫か、トモコ。なんだ、今年は実がいっぱいつきそうね。そうだといいけどな。そう、智子さんなら立派な教師になれるわ。大学受験頑張ってね。はい。実は。何？私、森の中であった中国の方を探したいんです。あの方と出会わなかったら私今でもきっとだんまりの智子だったと思うんです。だからお会いしてお礼を言いたいんです。でもどうやって探したらいいのか。わかったわ、先生も手伝ってあげる。先生。山にいた中国人？さーて、
そんなことあったかいな。そういや、ほれ、終戦の年に炭鉱から中国人たちが逃げ出して大騒ぎした事件があったな。ああ、あったあった。それで、その方々はどうなったのでしょうか。どうなったんだっけ。確か、逃げた5人のうち4人はすぐに捕まって戦後間もなく中国に送り返されたはずだ。そう、そうだった、そうそう。で、後の1人の方はどうなったんでしょうか。どうしたんだっけ。そういや、発見されたって話は聞いたことないな。どうしたのかな。どういうことだな。その方が逃げ出した炭鉱はどこにあるんでしょうか。あら、確か。ところで君たちはなぜ中国人のことなど調べるんだ。あ、実は。中国人労働者？ええ。聞いたことありませんね。戦争中、大勢の中国人の方々がこちらの炭鉱で働いていたはずなんです。その方々を記録したものがこちらに残されていないかと。ここにそんなものはないね。君ら何を知りたいんだ。ですから、こちらの経営している炭鉱で働いていたと思われる一人の中国人の方を探しているんです。あんたら中国人かね。いいえ、違います。日本人なら中国人のことなど関係ないと思うがね。斉藤君、会議の時間だ。は、はい、今すぐに。確かに戦争中は大勢の中国人や朝鮮の方々が働いておりました。中国人の方々には戦後報酬も支払い、全員国元に引き上げていただいておるんです。でも終戦の年の夏にこちらから脱走したまま行方不明になった中国人の方が一人。うちの山では中国人も喜んで働いておりました。ですから脱走なんて考えられませんが。でも警察の記録にはこの炭鉱から逃げたのが5人、うち4人までは保護されたけれど1人は行方不明のままとあるんです。その方がどうなったかご存知でしたら教えてほしいんです。結局逃亡の事実があったことは認めたんです。でも行方不明になった方のその後は分かりませんでした。だとしたら今も逃げ回っているのかな。戦争が終わったことぐらい分かりそうなもんだがな。でも言葉が通じないんじゃ無理なんじゃないの。トモコ、その人の名前は分からなかったのか。それが当時の名簿は残ってないって言うんです。何しろ日本は戦争中の人手不足を補うために中国や朝鮮からたくさんの人々を連れてきて炭鉱や鉱山で奴隷のように働かせたそうだから、誰もが本当のことを語りたがらないのね。戦争はまだ終わってないのよね。あの戦争の中を生きてきたわしら、多かれ少なかれ人に知られたくない傷を負うとるんじゃ。わしらって善蔵じいさんはひどい目に遭った方じゃない。そうかな。いや、わしらが開拓だと思って行った満州で待っていた土地とうちは中国の百姓たちが開墾した畑で彼たちが作ったうちだった。日本の軍隊が彼らを追い出し、その後に日本から行ったわしらが収まったわけだ。行くまでは知らなかったが、行ってみれば誰でもわかる。
それでもわしらは居座ったんだ。泥棒と同じことをやったんだな、わしらは。伝蔵さん、何もそこまで言わなくても。いや、そうなんだ、確かにそうなんだ。でなきゃ息子たちがあんなひどい目に遭うこともなかったんだ。伝蔵じいさん、私のお父さんやお母さんたちが言ったところもそうなの？そうなのね、伝蔵じいさん。智子、大丈夫、私は平気よ。私は。ライアン・ツーリー、お前ならあの人の行方を知っているよね。今日の話題は北海道では珍しい中国梨についてです。白糠高校3年生の北畠智子さんのお家の畑には十数年前から不思議な木が育ち始めました。それは中国でライアン・ツーリーと呼ばれる珍しい梨の木でした。そのライアンツーリーが今年は枝も折れんばかりの実をつけて白糠地方の話題になっております。智子さんは小学校1年生の時、この梨の木の近くの森で中国人の方と出会って中国の子守歌を教わったといいます。智子さんはライアンツーリーもその中国人の方が植えたのではないかと語っております。智子さんはその中国人の方に会いたいと探しております。お心当たりの方は当放送局までお知らせください。それではここで智子さんが教わった中国の子守歌を歌っていただきましょう。
ユンホイ、海だ。この海をどうしても渡ることができないんだ。疲れた。疲れたよ、ユンホイ。1年生の皆さんは、この花が何のお花か分かりますか？リンゴかな？梨！そう、よく知っていますね。この白い花は梨の花です。今日はトモコお姉さんが、この梨の木の不思議な不思議なお話をしてくれます。だからよく聞いてくださいね。皆さんを見下ろしているこの梨の木は、日本のお隣の国、中国で生まれた梨の木です。この北海道では大変に珍しい梨の木だそうです。私がこの梨の木と出会ったのは、今から10年前。皆さんと同じ
1年生の時でした。その頃の私は戦争で辛い目に遭ったためか、声が出ない、お話もできない病気でした。中国の方が植えた木だと私は思います。では皆さんと一緒にその子守歌シャオパオパオを歌いましょう。おーい、トモコ。はい。